それではただいまから講演に移らせていただきます。本日最初にご登壇いただきますのは九州大学大学院川越清友先生です。川越先生にはイントロダクション加速器についてという演題でお話しいただきます。はじめに川越先生のプロフィールをご紹介申し上げます。川越先生は1986年に東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了後、日本学術振興会特別研究員、日本学術振興会海外特別研究員を務められました。その後東京大学理学部助手、神戸大学理学部助教授、神戸大学大学院理学研究科教授を経た後、現在の九州大学大学院理学研究院で教授としてご活躍中です。川越先生は現在国際リニアコライダー計画における素粒子のエネルギーを測定する装置カロリメーターの開発責任者を務められています。これまで海外の電子陽電子衝突実験に携わられ、ドイツ電子シンクロトロン研究所や欧州合同原子核研究機関セルンでの実験にも参加されました。またヒークスとみられる粒子の発見で話題のアトラス実験でもご活躍されていらっしゃいます。それでは川越先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私はイントロダクションということで非常に短くまとめたいと思います。私は九州大学昨年4月にやってきました。非常にその大学その他地元の非常に期待を受けたと思いますが、その頑張った成果もありまして、この10月先端素粒子物理研究センター、そういうものを立ち上げるところまで来ました。今後もよろしくお願いします。で今日は宇宙の謎に迫るということ でそのうち私イントロダクションを担当しております。で加速器の話を少しさせていただいて、その後今日の主な講演者お二方の紹介をさせていただきたいと思います。でまず素粒子物理なんですが、これは私がいつも見せるスライドなんですが、主に3つ目的があると考えています。一つは我々の宇宙あるいは我々の体、こういったものを構成する物質、これが一体何でできているのか、どんどん細かく分けていくとどうなっているのかと、それをまず探る。でもう一つは、そういうものが素粒子だとすると、そういった素粒子と素粒子の間にはどんな力が働いているのか、今のところ我々4つの力が基本的なものだと、考えておりますけれども、それらについて調べる。それからもう一つが今日のテーマである、素粒子から宇宙を探る。今日のテーマは宇宙の謎に迫るということですが、素粒子非常に細かい小さなものを調べていくことで、実は我々が知っている一番大きな宇宙についての知見が得られる。もちろんその逆もあるわけですけども、この3つについて、こういった疑問というのはですね、もう何千年も前から始まった我々人類が抱えてきた問題なんですが、これを科学的に、科学的にっていうのは実証的にとかあるいは論理的にとかそういう意味ですけども、そういう科学的に理解したいと。でそのためにはいくつかの手段があるんですが、今我々が最も有効な武器として使っているのが粒子加速器というものです。で粒子加速器っていうのは何かというと、電荷を持った粒子をですね、電場や磁場を使って高いエネルギーに持っていくと。でそれをぶつけていくと、新しい重たい粒子を作ったり、あるいは小さな世界の構造が分かったりするわけです。で加速器というのはですね、その発明、1930年、今から、80年以上前ですか、ローレンスによって発明された、それが、サイクロトロンというのが発明されて、それが今 の主な素粒子の原型になっています。で、ここにそのサイクロトロン、最初 の, その円形加速器ってあるんですが、これは最初、
直径13センチメートル、そういうものです。でそれが今やですね、ここに加速器の変遷がわーっと書いてあるんですが、今や、この今、これからホイヤー所長が話される LHC の話、それから、その後鈴木校長が主に話されるリニアクロ国際リニアクロライダーの話というふうにつながっていきます。でこれいくつか写真を載せたのは私が研究を始めてた頃ぐらいからですね、活躍してきた主な5つの世界における加速器センターがあります、書いてあります。このスラックっていうのはアメリカの西海岸から、これ F なるフェルミラボっていうのはアメリカ中部にあるシカゴ近郊にある研究所、それからこれは僕が最初に行ったドイツの研究所、デジーという研究所です。それからこれがアジアにおける加速器物理研究のメッカである、コーエネ県、それからこれが、今日のお話のメインでもあるセルン研究所ということです。で残念ながら、残念ながらというわけでもないんですが、このうちですね、スラック、それからデジー、この2つの研究所は、今放射光、日本に言えば例えばスプリング8のような、放射光施設へと今転換をしていて、加速器、最先端の加速器を今素粒子研究に使っているのはこの KEK、あるいは J パークですね、J パークも含めた KEK、それから、セルン、それからフェルミラボということになっています。で、その先ほどと最初の加速器は直径13センチと言いましたけども、今世界最大の加速器というのが、このラージハドロンコライダー、これについては後で話がもちろんこれが今日の、主題の一つです。で、これは直径といいますか、周囲がだいたい27キロで、スイスとフランスの国境、これがジュネーブというの町で、これレマン湖なんですけども、そこに地下100メートルぐらいのところにトンネルが掘ってあって、でそこで陽子のリング、陽子と陽子ぐるぐる逆方向に回してぶつけてやるというものです。でこれがどれぐらいの大きさかっていうのがなかなかイメージしづらいと思うんですが、ここに福岡市の地図を書きました。でここにあるこの青いのがですね、いわゆる都市高速というやつです。これはだいたい1周35キロメートルで、セルンの LHC は直径27キロメートルなので、これとほぼ、遜色ない、大きさの、そういったものがその地下100メートルのところにトンネルが掘られているということになります。加速器の話はこれぐらいにして、後からまたこのお二人に、話していただくことにしてですね、今日の、この後の予定なんですが、まずその、このイントロダクションはもうすぐ終わりまして、次に、ロルフ・ホイヤー、セルン所長による、LHC で宇宙の秘密を探ると、そういうお話です。もちろん講演は英語でされますけども、大阪大学の花垣、さん、花垣、准教授によって、通訳がございます。でここで、ここで一旦休憩して、その後、KEK 機構長鈴木校長の話、国際リニアクライダー実現に向けてという話がございます。その後ですね、30分ぐらい時間を持ちましてですね、皆さんの不思議を解決ということで、Q&A のコーナーを持ちたいと思っています。でこのようにですね、セルンの所長、それから KEK 機構長、非常に豪華な顔ぶれが本日福岡で実現したわけなんですが、こういうお二方がどうして福岡に集まったかというと、これはその先ほど古川知事のお話にもありましたけれども、つい今朝までですね、2週間前の日曜の夜に学生たち、それから講師たちが集まって、それから昨日の夜お別れパーティーがあって、で今朝それぞれ解散したんですけれども、ヨーロッパ、それからアジア、それから太平洋地域、そこから83名の学生が集まって、で講師陣も20名ぐらい集まってですね、2週間ほとんど合宿生活のように朝から晩まで授業をやって、それからディスカッションをしてと、で非常に有意義な時間を持ちました。こういう、このスクール、国際スクールの、最後の講師としてお二人が、いらっしゃって、昨日講演をされたと。でそして今日は皆さんに一般講演、されるわけです。でこれ若い時のロルフ・ホイヤー所長の姿です。これこれは今日前におられる駒宮、東大教授、あるいは僕もこの実験にの終わり頃に参加したんですが、
先ほどあった研究所の地、デジーというそのドイツのハンブルグにある研究所、そこでやった実験、これは後ろにあるのが実験装置なんですが、その真ん中にいるのが若きロルフ・ホイヤー、だいたい30歳ぐらいの時だそうです。でこの実験が何がやったかというと、4つの力のうち強い力、グルオン、強い力を媒介するグルオンと粒子が発見された、そういう実験です。これ3つなんか粒子の束が出てますが、これが実はグルオンという粒子が出た証拠になっている。でこの実験はですね、先ほど僕や駒宮さん、あるいは小柴先生が実は日本側の代表者だったんですけども、この頃からですね、ヨーロッパないしはドイツと日本は非常に強い関係で、協力関係を結んできました。でこの次の実験、今度は舞台をですね、セルンに移して、今 LHC という加速器がありますけれども、その前にはですね、電子と陽電子をぶつけるレップという加速器が建設されました。でそこで日本のグループもが参加していたのがオパール実験というやつ でここでそのホイヤー所長、今のホイヤー所長はですね、当時まだ若手でこの中央首席検出器という部分を、の責任者でいらっしゃいました。で我々日本のグループはその外側 に作られた電磁カロリメーターこの部分を担当して、それで実験を始めてですね、で今から23年ぐらい前に実験を始めて、で素粒子の世代数というものを決定しました。でホイヤー所長、現ホイヤー所長はその後、一旦ドイツに戻って、ハンブルグ大学、それから、デジーでもってリニアコライダーの、推進をされた、その、チーフでいらっしゃいました。そして今現在はセルンの所長として、LHC を筆頭としてもうとにかく世界の、加速器物理を、リードしていらっしゃるということです。それからで今日のもう2人目の、講師、KEK の鈴木校長で、一番の出発点はトリスタンでE プラス電子と陽電子をぶつける実験だったそうですが、僕が最初に鈴木先生にお会いしたのは僕が修士の2年生の頃、鈴木先生が小柴先生のところの助手でやっていらっしゃいまして、でそれで始まったのが神尾館での実験で、これは超新星ニュートリノの発見で検出で小柴先生がノーベル賞を取られたのは皆さんご存知だと思います。でその後初代神尾館でから次はスーパー神尾館でに移りまして、これはその建設風景ですけども、それでニュートリノ振動の発見、これもそのうち必ずノーベル賞を取ると信じられています。そしてその後さらに、今度は新しい、測定器をさらに、もう鈴木先生が中心となって作られて、それがカムランド、東北大に移られてからの仕事ですけども、そこではですね、初めてその原子炉ニュートリノの振動を発見した。それからこれはまさに画期的なことなんですが、地球の内部から出てくるニュートリノ、その検出に成功された。そして結構その長くですね、加速器を使わない実験で活躍されたんですが、2006年にまた KEK に戻られて、再びその加速器物理をリードする、立場になられたということです。私の話はこれ以上してもあんまりしょうがないんで、早く皆さん所長の話を聞きたいと思いますので、聞きたいと思っておられると思いますので、私の話はこれぐらいにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。川越先生のご講演でした。ありがとうございました。続いてご講演いただきますのは、欧州合同原子核研究機構セルンのロルフ・ホイヤー所長です。ホイヤー所長のプロフィールを改めてご紹介申し上げます。ホイヤー所長は1977年ハイデルベルク大学の博士号を取得後、ドイツ電子シンクロトロン研究所の電子陽電子衝突型加速器
ペトラを使ったジェイド実験の研究に従事されました。この実験は強い力を媒介する粒子グルーオンの解明に貢献しました。84年からセルンの電子陽電子衝突型加速器レップのオーパル実験に参加、94年同実験の代表者となり、電磁気力と弱い力を統一する理論である電弱理論の実験的精密検証を牽引されました。98年にはハンブルク大学教授、2004年にはドイツ電子シンクロトロン研究所の素粒子宇宙物理学研究主任ヘルツホルム協会会員を経て、2009年からセルン所長としてご活躍中です。今年の7月には神の粒子とも言われるヒッグス粒子とみられる粒子を発見というニュースで、セルン、そしてホイヤー所長のお名前をお聞きになった方も多いと存じます。今日は LHC で宇宙の秘密を探るという演題でお話をいただきます。それではホイヤー所長、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。I'm sorry, that's all my Japanese. 日本語は使えないことをお許しください。The Large Hadron Collider, unveiling the universe or studying the secrets of the universe, this is one of the most intriguing and fascinating projects, these days. LHC 実験、LHC 加速器を使って、宇宙の秘密を探るという実験は、現在、行われている実験計画の中でも、非常に、魅力的なものであります。The LHC is situated at CERN, where we accelerate not only particles, but science and innovation. LHC 実験は3研究所にありますが、3研究所は素粒子物理学だけではなく、科学、それからイノベーションに関しても、大きな寄与をしています。And since CERN is maybe not familiar to all of you, I have just one slide on the mission of CERN. And the mission of CERN is fourfold: research, innovation, education, and very importantly, CERN uniting people.CERN 研究所は皆様すべてにとって、よく知られている存在ではないかもしれませんので、CERN 研究所について、少しご説明したいと思います。 CERN は、この、4つの、大事な項目からなっています。1つがイノベーション、それから教育研究、それからもう1つ重要なのが、統合、人々をまとめる、そういうのが、重要であります。So in research, as I said, we want to push forward the frontiers of knowledge. We want to understand at least a little bit how the universe started and how it came about, how it developed. Science に関しては、この知の最前線を推し進めることが、最も重要です。But we cannot do this without innovation, without developing new technologies. For example, for accelerators,for detectors, but also information technology. And please don't forget, it was the year 1989 that the World Wide Web was born at CERN. And it has changed the world. サイエンスを発展させるためには、技術の発達、イノベーションが必要であります。それは、加速器だけではなく、IT、情報工学、そういったものも必要です。And we cannot do it alone. And we need many, many people. We need to train young people. We need to train scientists and engineers of tomorrow. 同時に、トレーニング、エデュケーション、教育が非常に重要です。サイエンティスト、それからエンジニア、次世代を担う人材を育てることが大切です。And very importantly, we need many, many people from all over the world. So we unite people from different countries and cultures.And if you want to build a global city here in Japan, come to CERN and look at it. And the governor was already at CERN and looked at it. We are a global city,
And there is one language which we are speaking there, and that's science. Because science is a general language. Science is a universal language.長かったんですけれども、最後にもう一つ重要なのは、人々、世界中からいろいろな国からいろいろな文化を持った人が世界中からやってきます。そういう人たちが一箇所に集まって、共同研究をすることが大事です。日本でも、多くの国から、人々がやってきていますが、3はそのどうやって多くの人が共同研究するかのいい例ではないかと思います。I'm sorry, from time to time I have to challenge him. 行ったり来たりするのをどうも お許しください。 Okay, so what is one of today's scientific challenge? This is to understand the very first moments of our universe after the Big Bang. And that is how it has developed from a very hot spot to a very large universe today, very cold, nearly 14 billion years.Over 10 to the 28 centimeters. これが宇宙の発展の様子を示したものですが、宇宙は非常に高温な非常に小さな状態から始まって、今は非常に大きくなっています。宇宙が生まれてから、今約137億年が経って、大きさにすると10の28乗センチメートルという大きさにまで大きくなっています。But please don't ask me what is 10 to the 28 centimeters. How can I imagine this? I cannot. But maybe I can help you. If you replace the centimeter by dollars, then you have roughly the square of the American deficit. この10の28乗センチというのは非常に大きな単位なので、その10の28乗センチといってもどんな大きさか想像がつかないかと思います。ですがこの10の28乗センチではなく、10の28乗、ダラーですね、値段の単位ですね、にしたらどれぐらいの大きさか分かるんではないかと思います。ジョークなので笑っていただけるとありがたいです。Okay, this is the universe on the development of the universe on a ruler from the Big Bang, top left, to the universe today, 10 to the 28 centimeters. Difficult to imagine the large dimensions. It's equally difficult to imagine the small dimension. It's also very difficult. What we can imagine is the center of the ruler, that means the human dimension, and this is the young Rutherford.And with Rutherford, nuclear physics has started. これが宇宙の大きさに定規スケールをつけようとして見たものです。でここにいますのが若き日のラザフォード、有名な原子核物理学者です。 So we can study the development of the universe by looking into the large dimensions with astrophysics, astroparticle physics, with space-based telescopes like Hubble.Or AMS, or with ground-based telescopes. We can at the same time also look in the smallest, getting very close to the Big Bang and the Large Hadron Collider. The big accelerator is nothing else than a super microscope. 宇宙の大きなものを見ようと思って、見ようと思いましたら、地上から大きな望遠鏡を製作して、宇宙の壮大さを観測します。逆に、小さなものを見るためには加速器を使って、宇宙の誕生初期のような状態を作り、その非常に小さなものを観測する、そのための顕微鏡のような役割を LHC がいたします。 Now there's one big difference between the large and the small dimension. With a large dimension here, you getTime-wise, as close as roughly 400,000 years to the Big Bang. 400,000 years. 宇宙を見ようとしました。400,000 years だから40万年。40万年以後、宇宙が誕生してから40万年以後の世界しかこの大きなスケールを見ようと思っても見ることができません。At the small dimension, with the LHC, we come as close as 1/1,000th of a millionth of a second. 1/1,000th of a millionth of a second.
一方 LHC 加速器を使えば100万分の1のさらに100万分の1秒後、宇宙が誕生してから100万分の1のさらに100万分の1秒後のような非常に真の宇宙の誕生直後の世界を見ることができます。 So this is very very close. But during that short time, a lot has developed. The whole universe has started and everything has developed already during that time. And this is why it's so important to come as close as possible to the beginning of the universe to understand matter and forces. 非常に短い時間ですが、その間に非常に大きな宇宙の発展がありましたので、そこに存在する粒子たちの振る舞いを観測することが非常に重要です。Now, how is an accelerator working? Well, you need high energy because the higher the energy, the better the resolution power of your microscope. Higher energy means better resolution power. And these are only two out of three formulas which I have, don't worry. And with higher energy, according to Einstein, you can produce new particles with higher mass. 高エネルギーに行く役割は大きく分けて2つあります。一つは、より細かなものを見ようとしたとき、どれぐらい細かなものまで見れるかっていう精度がエネルギーによって決まります。で、式が これだけありますが、この私のトークでは式は3つしか出しませんが、そのうちの2つなのでご心配なさならないでください。もう一つ大事なのは、ここの式にありますようにエネルギーと、質量、E がエネルギーで M が質量ですが、エネルギーと質量というものは等価と考えられますので、より重い粒子を作ることが大きなエネルギーなら可能です。And at the same time, with an accelerator, you can repeat your experiments every second, all the time, many, many days, high statistics, a lot of collisions, precision measurements. 同時に忘れてならないのは、たくさんの実験データを集めるためにたくさんの衝突を起こします。実験が日々繰り返されています。 And how do we accelerate? Well, you can only accelerate charged particles like protons, and if you have a battery of 1 volt, the proton goes from the plus to the minus pole and it acquires an energy of 1 electron volt. どうやって粒子を加速するかの仕組みをここで説明いたします。もし乾電池を使ってこちらにプラス、こちらにマイナス極の電波を作れば、陽子がここで電子ボルトという単位、これがエネルギーの単位ですが、これだけ1ボルトの乾電池を使えば加速できます。And for the LHC, you would put 7 trillion batteries in a row to accelerate the protons. 7 trillion batteries, which is 14 batteries per star in the Andromeda galaxy. LHC では、この1ボルトの電池を、1兆個並べたとお考えください。それだけの、非常に高い電圧をかけて、粒子を加速させます。その温度、実際には、それが1兆個並べると、この1、テラエレクトロンボルトという単位ですけれども、LHC では実際には、これの7倍の、エネルギーに粒子は加速されています。から、星の温度に比べても遜色がない、温度になっています。Of course, we do it slightly more intelligently. Okay. So, but when you combine the large scales and the small scales, you study the physics laws in both scales and of the first moments after the Big Bang, you have a fantastic symbiosis between particle physics and astrophysics, and this is an intriguing field of study, an intriguing field of research. この宇宙を研究するには、先ほども申しましたように、大きな宇宙のスケールであるこの宇宙全体を眺めること、それから小さなスケールである素粒子物理学、この2つを有効にミックスして、両方から多角的に研究していくことが大事です。So over the past 100, it's roughly 100 years ago that Rutherford found out that the atoms can be divided into the nuclei and the electrons around it. Since then, we have learned that the nuclei consists out of protons,
and neutrons, and in turn, these protons and neutrons consist out of quarks and gluons, and these are today's fundamental atomos, the fundamental particles out of which we are consisting.100年前にラザフォードが原子を発見しました。原子というのは真ん中に原子核と言われるものがあって、その周りに電子を回っているものです。それが100年前でしたが、現在はこのよりこの粒子原子核がさらに別の細かな小さな粒子からなっているということが分かりまして、この原子核は陽子中性子からなっています。さらに陽子中性子というのはクォークからなっているということが現在分かっています。Now let's see what we have learned on these fundamental particles. These are the metaparticles of today. This is one family of two quarks, up and down, and two leptons. This should be a neutrino, by the way. This is different here. A neutrino and the electron.現代の素粒子物理学でどのような粒子がいるかご紹介します。まずアップクォーク、ダウンクォーク、それから電子、それからこれ、フォントが今ちゃんと出てないんですけれども、ニュートリノという粒子、まずこれらの粒子がいます。 And these particles are massive, and this indicates the relations of their masses. Even the neutrino has a very tiny mass.この点が何を示しているかというと、質量、それぞれの粒子の質量に対応しています。ここにもほとんど見えませんが、ニュートリノにもちょっとだけ質量があります。And that is all what we need. You, all of you, and us, of course. All the matter around us consists out of the two quarks and the electron. That's all. That's all for us.We all consist out of three particles like this. 我々自身も含めてこのように存在するものすべてがこの U クォーク、D クォーク、それから電子で、できていると思っていただいて構いません。もう宇宙の私たち自身すべてのものがこの3種類の粒子からできています。But you see, there's a lot of space left, so nature has introduced a second family. Again, two quarks.And two leptons, the muon and the muon neutrino. And the only difference are the masses. 余白がたくさんありますが、それを意味しているのは、ここにこれ世代と呼びますが、次の世代が存在します。そしてこの第一世代と第二世代、同じような粒子たちがいるのですが、その違いというのは、唯一の違いが質量です。それ以外は全く一緒です。Well, that was not enough for nature. Nature has introduced a third family.And these are the masses. 自然には第二世代まででなく、さらに第三世代もあります。で、ここに示してありますように、非常に大きな質量を持っております。This top quark is a fundamental particle. It's roughly a point-like particle, and it is as heavy as a gold atom. It's a fundamental particle as heavy as a gold atom.トップクォークというのは、真の素粒子、もうそれ以上分割することのできない粒なわけです。しかし質量を比べますと、金原子とほぼ同じぐらいの質量がある、非常に重い、そういう粒子です。And one of today's mystery, still unsolved, is how does the particles get to their mass? Why are the masses so different? And why are there three families? 現代の素粒子物理学上の大きな謎は、こういった粒子たちがなぜ質量を持つのか、さらになぜ質量に違いがあるのか、そしてなぜ3世代、こういうふうな世代構造を持っているのかというのが、研究上の、重要なテーマです。And all these particles have their corresponding antimatter, their antiparticles. 今紹介したのは、粒子なんですけれども、これらすべての粒子に、それらに対応する反粒子というものが存在します。Particles and antiparticles are produced always in pairs. Energy to mass. 粒子と反粒子というのは必ず、ペアとついになって生成されます。なんかエネルギーがありますと、そこから粒子と反粒子が、ついになって生成されます。And they can also annihilate each other. Each time an antiparticle finds a particle,They annihilate into energy. So mass to energy.
粒子と反粒子というものは、先ほどはエネルギーから2つのペアが誕生しましたが、2つの粒子が出会うとエネルギーになります。反粒子は粒子という相棒を探してエネルギーになります。つまりエネルギーと、粒子というのは行ったり来たりする関係であります。 But there's no sign of antimatter in the universe. しかしながらこの宇宙、自然状態の宇宙には、反粒子というものが存在していません。 And if all matter and all antimatter would have annihilated, we would not exist.もし、粒子と反粒子が出会ってエネルギーに なってしまったら我々人類が存在することもありません。But there's one part in 10 billion asymmetry between matter and antimatter in the universe at the very beginning, and this one part in 10 billion is us.粒子と反粒子の数の違いというのは 100億分の1です。反粒子の方が少ない、反粒子の方が少ないです。でもこの非対称性があるおかげで我々が存在することができました。 And this is one of the other mysteries. How did that happen? We still don't know. That's also one of the questions to which the LHC will help us learning. SoStructure of matter. The matter consists out of three families of quarks and leptons. Around us, at our energy region, we have only one out of three families. But at the high energies, at the beginning of the universe, matter was democratic. All three families were present. And therefore, if we go to the high energies, if we go close to the Big Bang, we study matter at high energies, we get knowledge about the early universe.我々の世界というものはこの日常生活から星まで行っても物質は先ほど説明した、クォーク 3世代のクォークとレプトンからなっています。しかも私たちの身の回りに存在する身近に存在するものは、第一世代 U クォーク D クォークなどの第一世代だけです。ところが宇宙の誕生初期の非常に高いエネルギー高い温度の世界では民主的というのはあらゆる粒子がすべて存在していたという意味で民主的なのですけれども、すべての粒子が、存在していました。 And between these matter particles there are forces acting, gravitational force, electromagnetic force which we need for the atoms, the weak force for the processes for example in the sun, and the strong force which we needin order to keep the nuclei together. So these four forces are acting between the matter particles. この宇宙に粒子が存在していますが、それらの粒子の間に働く力が4種類あります。皆さんご存知のようにこの重力、それから電磁気力、それから弱い力というものがあります。これは例えば太陽での核反応のにこの弱い相互作用があります。それからもう一つ強い相互作用、これは原子核というのはその陽子と中性子からなっているものですが、 それらを、束縛しているそういう力です。 And again, within our energy regime, the respective strengths of the forces are very different, 40 orders of magnitude, hugely different. But again, at the high energy, all forces were of the same strengthOne force. So if we study the forces at high energies, again we get knowledge about the early universe. 今ご紹介した4つの力というのは日常生活では非常に力の強さの違いがあります。強さにして10の40乗も力の強さが違います。ところが、一旦高エネルギーな世界、宇宙誕生初期のような高エネルギーの世界に行くと、それら4つの力の強さがほぼ同じになります。ということからも、宇宙の最初の、状態を、研究するには、高エネルギーで研究することが必要です。So that, this is what we have learned in the past 50 years. We, the physical world, are composed out of quarks and leptons.They interact via force carriers, and this is the periodic system of the microcosm and the early universe. Three families of quarks and leptons, and the force carriers for the electromagnetic, the strong, and the weak force. So this is the periodic system of the microcosm. This is much easier than chemistry.
Because chemistry is a much larger periodic system. まずこの我々物質を構成するのはクォークとレプトンであります。それから4つの力を紹介しましたが、4つの力というのはその力を媒介する粒子によって4つの力が生まれています。でここにその現代我々が知っている素粒子、あところでこのこれ素粒子の標準模型と呼ばれるものですが、こういう状態になっているというのが分かってもうすでに50年ほど経っています。先ほどもご説明しましたが、このクォークとレプトン、これ3世代、それから力を媒介する粒子たちが4つそれ、あります。で素粒子物理学の世界というのはこれだけの粒子で全て、ということで、科学、化学なんかに比べると非常に、シンプルな、学問です。 So, but we have to understand how all these interactions work. So we have to have a mathematical formalism which describes these interactions which are mediated through the weak electromagnetic, magnetic and strong forces. And this is the standard model of particle physics. And we have tested this with very high precision.To very high energies, 100 GeV, and down to very, very small distances. 今述べたようなこのことを数学的に定式化したものが、すべあの電磁相互作用、弱い相互作用、強い相互作用、これらを数学的に定式化したものを標準模型と呼びます。そしてその標準模型と呼ばれる理論は非常に高い精度で実験的に確認されています。驚くべきことに、非常に10のマイナス 10乗ですか、18乗というメーターという非常に短距離、非常にミクロな世界にまでこの理論が成立するということが実験的に確かめられています。So these testsAre very successful. It's a fantastic achievement for this model. On the other hand, it is frustrating because there's still one piece, maybe, missing up to now within this standard model. この理論というのは今ご説明しましたように非常に高い精度で非常に我々の実験結果を説明することができる素晴らしい理論です。ところがフラストレーティング。なぜかと言いますと、まだ最後の粒子がもう一つ見つかっていないからです。And that's the question, what is the origin of mass of the fundamental particles? Because this model was only valid when it was invented for massless particles. And then, now you look at mass as a property of particles with a certain energy to move with a certain velocity. And this is the last formula.If you have zero mass, the velocity is equal to the light velocity. And the higher the mass, the lower the velocity. So the higher the mass at the same energy, the lower the velocity. では質量の起源というのは何なのか考えてみたいと思います。というのも先ほどの理論は質量がない粒子についてのものでした。でここでじゃあそもそも質量というものは何かと考えてみます。これが本日最後の数式となります。この式 V が速度、 M が質量、 E がエネルギーとなっています。この式を見ていただくと分かりますように、もし M が0、質量がなければ V は速度は高速、 C が高速ですねになります。ということでこの式からも分かりますように、質量が大きければ同じエネルギーを与えたときに速度が小さい、逆に質量が軽ければ同じエネルギーを与えたときにより速く動く、そういうものが質量であります。 So what you have to do, you have the original standard model, and then you have a second mathematical formalism, and then you plug these two together, and then suddenly with both of them you have a standard model which is valid for massive particles.And you do this by introducing a scalar field where particles acquire their mass through the interaction with this field, and the self-interaction of the field is the so-called Higgs particle. Now, what is a scalar field? If you swim in a river, then the force of the water is different depending on the direction in which you swim.
This is not a scalar. If you swim in a large swimming pool, the force of the water is the same in all directions. That's a scalar. No directional preference. Everywhere the same. That is a so-called scalar.この標準模型を完成させるにあたって先ほどまでの理論それから数学を合わせまして真の質量を持った粒子の標準理論というものを作りたいと考えています。ではそこで必要なのが大事なものが何かといいますとスカラー場というものです。このスカラーというものがどういうものかというとちょっと方向性を持ってない粒子であると他のあらゆる粒子にはとある方向性がありますがこの粒子は方向性というものを持っていないものです。それはどういうものか日常生活で例えますと例えば川を流れのある川を泳ぐときはその泳ぐ方向川の流れがありますから泳ぐ方向によって受ける力が違います。ところがもし大きな波の立っていない大きなプールで泳いだ場合はどこからも流れがありませんのでどちらに行くにも同じ力で済む。そういうふうにこの方向性というものがありません。大事なのはその方向性のを持たないその方向性を持たないというのがスカラーという言葉なんですけれどもそのスカラー粒子がいることがこの質量を獲得するに非常に大事なキーポイントです。Now this is a very, very important point now because without the Higgs field, without the Higgs particle, we could not exist because all particles would be massless and massless particles cannot form, cannot catch each other, cannot form composite products and we would just not exist.この質量を持つためにスカラー粒子というものが必要だというものは非常に大切です。というのも質量がなければ私たちが存在しないからです。なぜならば質量がありませんと先ほども説明しましたが粒子が全て高速で動いてしまいますので構造を作ることができない。構造を作ることができなければ当然我々人類も誕生しませんのでこの質量を持つということがこの宇宙の構造形成我々人類を生むのに対しことに対して非常に重要な点です。 Just to illustrate this, this is a world without the Higgs field, without the scalar field. All particles are moving with the same velocity. Well, at least on my laptop, not here. これはヒグスバーがなく全ての質量が、全ての粒子が質量がなかった場合にどういうものかを描いた、ムービーです。今ここでちょっと動いてないんですけれども、彼のラップトップで見るとこういう粒子たちが全てこうちょっと口で説明しますがこうすごい速さで動いてるわけ。これそれぞれが、電子だったり、光子と言われる光の粒ですね。そういう粒子を表しているんですけれども、それらが、非常に高速でこう動き回っている図が the white are the in principle the white ones are photons and the red ones for example electrons.白いのが光子で赤いものが電子として例えば描かれています。 And now we introduce the scalar field. もしスカラー場とスカラー粒子スカラー場というものがこの宇宙に存在すると以下のようになります。 And you see the photons are moving still the same but the electrons are interacting with this field. They getThis snow around them, so to speak. 今度はスカラー場が出た場合をが宇宙にあった場合は白い光は相変わらずスカラー場がなかった時と同じように動いていますが電子はスカラー場と相互作用を起こすことでゆっくりになって周りの they are getting slower. スカラーバと相互作用することによって動きが遅くなっています。You can also imagine it like this that you have a cocktail party of journalists. This is the Higgs field.
また違った説明を試みます。例えばこれがカクテルパーティーの様子だと思ってください。 A famous person comes in. 有名な誰か人が有名人がそのパーティー会場にやってきました。 And it gets acquires mass through the interaction with the journalists. This is how a particle gets mass. And the better known the person, the more massive the person is.Yeah? So the more you are known to the journalists, the slower your velocity, the higher your mass. 有名な人が入ってきたので、報道陣、マスコミなどがその有名人のところに集まってきます。ということで、この人は、動けないということは、質量を獲得したということになります。So how can you imagine the self-interaction of the field, the Higgs boson? Well,Imagine I whisper a rumor into the room. 今度は、このパーティー会場にいる人たちがヒグスボソン、先ほど言ったスカラー粒子であるヒグスボソンなのですが、そのヒグスボソンが、質量を獲得した、様子を説明したいと思います。誰かがここでちょっとパーティー会場にこう噂を流したとします。And the journalists are very curious. What did he say?そうするとそこにいたマスコミは、どんな噂なんだろう、なんだろうという方に非常に興味深く聞き耳を立てます。This is the self-interaction of the field. This is the Higgs boson. ということは、ヒッグス粒子たち自身が、自分たち自身と相互作用を起こしたというわけです。ですからこれが、ヒッグス粒子、先ほどまではバと呼んでましたが、これがヒッグス粒子なんです。And this is one of the most fundamental particles which we need and which we are looking for in order to explain our existence and the early universe. この粒子が、この宇宙で最も重要な、最も基本的な粒子です。というのも先ほど説明しましたように、我々が存在できるのは質量のおかげなので、この粒子が非常に重要です。And until recently, it was the last missing cornerstone within the standard model. And we knew everything about it. Everything, except if it exists. 私たちはその素粒子物理学の標準理論というものを全て理解しています。ただし、このヒグス粒子が存在するかどうかだけはまだ分かっていません。But there are many more questions open which the standard model does not explain or describe. Can we unify the forces at the very high energy, at the Big Bang? We cannot do it in the standard model. We can unify the forces with a model which is going beyond the standard model. For example, the famous supersymmetry. What happened to antimatter? The standard model doesn't know.In how many space dimensions do we live? No idea. The last one comes later. Okay. 標準模型というものは素晴らしい、理論なのですが、それで宇宙のすべてが説明できるわけではありません。例えばこの図は、横軸がエネルギー高い方ですから、こちらが宇宙誕生初期、こちらが現代ということになります。この力の強さ、3種類の力の強さがどう変わったかを示している図ですが、この点線は、標準模型だった場合の、力の強さを示したのがこの図で、力が、ユニファイ統一されるということはありません。ところが有名な、超対称性理論というものがもしこのように存在しますと、この実践になって宇宙の誕生初期力が一つだったということが分かります。それから他にもまだ分かっていないことはありまして、反粒子がなぜ少ないのか、あるいは、この宇宙の空間が何次元なのかといったこともまだ分かっていません。 And finallyWhat is dark matter? What is dark energy? The standard model only explains roughly 5% of the universe, the visible universe. 95% is dark. One quarter is dark matter. Three quarters is dark energy. And we know nothing about these. But hopefully, the LHC will address most of these questions.もう一つ最後に大事なのは、ダークマター、暗黒物質、ダークエナジー
暗黒エネルギーと呼ばれるものの存在です。これが宇宙の質量ですが、今説明した標準模型というのでは宇宙の 4%、5% 程度しか説明することができなくて、残りの4分の1が暗黒物質、4分の3が暗黒エネルギーということになっていて、標準模型はたった 5% しかこの宇宙のことを説明することはできません。この残りの4分の3について LHC は何か言うことができるかもしれません。So you saw this picture already, the Large Hadron Collider. It's one of the largest scientific instruments ever built, 27 kilometers circumference. Many more than 10,000 people involved in design, construction, exploitation. And it collides protons to reproduce the conditions at the birth of the universe 40 million times a second.すでにご覧になったかと思いますが、これが LHC です。このリングが LHC です。そこで周長が27キロ、おそらくこの科学的なこの実験設備としては今まで人類史上最大の実験装置でだと思います。人はそこで1万人以上の人が働いています。からそこで陽子と陽子を衝突させてますが、1秒間におよそ400万回陽子と陽子を衝突させて実験をしています。 And this is how it works in principle. In these 27 kilometers of tunnel, we have 27 kilometers of vacuum tube where the protons are running anti-clockwise and clockwise and they are getting to collisions at several points.But we are not colliding, we are not accelerating single protons. We have them in packets, in bunches, and in each bunch, there are 100 billion protons. In each of these packets, we have 100 billion protons. どうやって LHC が陽子を衝突させるかをご紹介します。これが一周27キロの加速器なんですが、そこに陽子が1個だけ入っているわけではなくてたくさん入っています。そしてこの27キロの中にバンチと私たちは呼んでいますが、このバンチというこの1個のバンチの中に100ビリオンだから1兆個程度の陽子が一塊になっています。その一塊、1兆個の塊が何個も LHC、1000億すいません、1000億個の陽子が一塊になって、います。でその塊が加速器の中に何個も入っています。2800と書いてあります。はい。 And today we have in each of these tubes 1400 roughly 1400 packets, so we cross at the points 20 million times per second.この塊が今は1400個、先ほどすみません、今すれましたが、加速器というのはこの反時計回り、時計回りにぐるぐる回しているところがありまして、4箇所、数箇所で衝突させます。で、この 1個の加速器のリングの中に1400個、それぞれ1400個の塊が入っていまして、1秒間に2000万回の頻度でここで衝突しています。And then you have these 100 billion protons in a packet colliding. Then only a few of them are meeting each other. So usually 20 to 40 protons per packet at each collision are interacting. この塊の中に1000億個の陽子が入っています。その1000億個の陽子同士をここで衝突させますと、平均して24個ぐらいの陽子が棒を見つけて相互作用反応を起こします。 And when the protons interact, then the quarks and the gluons in the protons interact, and in this energy which is then liberated, new particles are coming up, and you can look at these new particles, you can interpret these particles, these collisions, and then you get your physics out of it.
その陽子が衝突するとどういうことが起こるかといいますと、その陽子の中にいたクォーク、それからグルオンという粒子たちが相互作用を起こして、また新たな粒子が生成されます。その生成、はい。And this is how it looks like. A boring sequence of 1,500 magnets, 27 kilometers long. これがその加速器、LHC のトンネルの中の様子です。こういった施設が延々と27キロ続いています。But this is one of the coldest places in the universe because we are running these magnets at superconducting temperatures, superconducting helium, 1.9 Kelvin above zero, which is colder than outer space, which is 2.7 Kelvin, the largest refrigerator on Earth.この加速器というのは世界ではというより宇宙で最も冷たい場所です。というのもこの加速器は超電導電磁石というものを使っていまして、その超電導を達成するためにマイナス271度摂氏でいまして、マイナス271度ケルビン、絶対温度で 1.9 度という低温に冷やさなければなりません。これは宇宙の温度が約 2.7 ケルビンなんですけれども、それよりも小さいということで、宇宙で最も冷たい部分、それが27キロもありますから、超巨大な冷凍庫が設置されているということになります。But at the same time, it is one of the hottest places in the galaxy. Because in these collisions of the protons, the energy density, because the energy divided by the area of the protons,is extremely hot, 1,000 million times larger than those temperatures in the center of the sun. And that brings you so close to the Big Bang. 先ほどは、宇宙の中で一番冷たい場所だと申しましたが、と同時に宇宙でもう最も高温な場所であります。というのはエネルギー密度、空間にある単位空間あたりに存在するエネルギー密度が非常に高く、その温度というのは、太陽に比べて、10億倍、じゃあ100万千万1億、まあまあ、すいません、太陽に比べて非常に数百万、数千万倍も高温です。But you have to keep in mind it is not the energy itself, because the energy comes out of the plug. Yeah? It's the electricity which we are using. The energy when two protons collide is an energy as if a mosquito in full flight is hitting another mosquito in full flight. エネルギーは密度は高いですが、実際にはエネルギーだけだとを勘案しますと、モスキート蚊が衝突したぐらいの運動エネルギーです。ただし大切なのはそのエネルギー密度が非常に高いということです。It is the energy density, the energy divided by the very, very small area of the proton. This is the energy density which gives you this very high temperatures. 繰り返しになりますが、大切なのは、蚊に比べたら陽子というのは非常に小さい粒子ですので、その単位体積あたりのエネルギー密度が非常に高いということを、ご注意ください。 So 2010 when we started the LHC or end of 2009 we entered a new era in fundamental science and we have at the LHC four large experiments and three very small onesLHC 実験は2010年に開始しました。4つ大きな実験施設があります。それからもう1つ小さな実験施設がこの LHC 加速器を使って行われています。Why do we have four experiments? Well, first of all, we have two general purpose experiments which should really study all possible interesting interactions between the protons. Then we have one experiment which is specialized on the question,What is the difference between matter and antimatter? That's specialized for the top one. And the last one is specialized to study not the proton collisions, but the collisions of heavy ions, which we deliver for 1 month per year.
なぜ実験が4つあるかちょっとご説明します。まず2つは、多目的な実験、いろいろなことができる、例えばヒッグス探索などもこれですが、いろいろな実験ができる、検出器が2つあります。それからもう1つが、B クォーク、ボトムクォークというものの研究に特化したもの、それからもう1つは陽子ではなく14を衝突させてその反応を研究する実験があります。And just to look more closely onto one of these experiments when it was under construction, to indicate the size, here you have an average person, so it's 20 times 20 times 40 cubic meters. It's a huge microscope, a huge detector, full with electronics, and in the whole volume of the detector, we measure the trajectories of the particles.With an accuracy of the diameter of the human hair. 一つ写真をご紹介します。これ4つの中の4つの実験の中の1つですが、その検出器の、設計している時の写真です。どれぐらいの大きさかこの人と比べてもらえば分かるかと思いますが、大きさにして、横縦が20メートル以上、奥行き方向に40メートルもある非常に巨大な検出器です。ですが、ただ巨大なだけではなく、ここに、非常にエレクトロニクス、微細なエレクトロニクスなどがたくさん、詰め込まれて、測定精度、粒子の位置を測定するのに、例えば、人間の髪の毛ぐらいの、太さぐらいの精度で粒子を検出することができます。And there's a strong involvement in this experiment from Japan, including now since I think 1.5 years.Kyushu University. So I'm very, very happy about the strong, very important involvement from Japan in this experiment. この実験グループに日本からの非常に強力な貢献、寄与があります。それには九州大学も含まれています。非常にこういう強力な寄与が日本からあることは幸せに思います。So what are the basic processes at the LHC?Well, we are colliding two protons, but we never know which quark of one proton or which gluon of one proton interacts with which gluon or with which quark from the other proton. We never know that at the beginning. 陽子と陽子の衝突を説明しますが、陽子の中から、にあるクォーク、あるいはグルオンが衝突するんですけれども、人類はそのどのクォークが、どのグルオンが衝突するかということは、分かりません。For example, two quarks can interact, and then again two quarks can come out like two jets, and these two jets you see as a large energy in the detector back to back. So if you roll up the detector, you see very nicely these two energy deposits which come from the production of two quarks.この図が一例ですが、例えば陽子の中からクォーク、もう一方の陽子の中からクォークが出て衝突を、相互作用を起こします。さらに衝突を起こした結果、さらにクォークが2つできたとします。そのクォークというのは、私たち、これジェットと呼びますが、非常に大きなエネルギーを持った粒子たちが出てきます。それを観測、実際に観測したのがこの様子で、これは、縦軸が粒子のエネルギー、これ平面上に表されていますけど、これは粒子がどこに飛んできたかを表しています。2つの粒子、これらに対応する粒子がエネルギーを持って出てきているということが分かります。But this is known physics, so we are interested in new physics. What could be the new physics? Well, for example, if two gluons are meeting, then you could maybe produce the Higgs particle and look and find it through its decays.先ほど前のページで説明したものは、我々がすでに知っている興味深い現象ではありません。私たちが探しているのは、今まで見たことのなかった相互作用です。例えばここで示されているのは、グルオン、陽子中のグルオンが相互作用を起こしてヒッグス粒子、 H がヒッグス粒子です。 ヒッグス粒子を生成して、そのヒッグス粒子がまた別の粒子に分かれたという、こういうような現象を探しています。The problem is that the total number of processes which we can measure at the LHC is given here, and then logarithmic scale, many, many orders of magnitude lower
are the interesting processes like the production of the Higgs. That means we have to select one out of much more than 10 billion collisions in order to at least find one candidate. So we have to take a tremendous amount of collisions in order to hopefully find one of the rare processes.では実際にヒッグスボソン、ヒッグス粒子を探すのはどういうことかと言いますと、縦軸はいろいろな粒子が生成される確率だとお考えください。ログスケールです。これ一メモリでが 10倍、100倍、1000倍とこういうログスケールの図ですが、ここがすべての粒子が生成される確率。それに比べて例えばヒッグス粒子が生成される確率というのは10の、10乗分の1ぐらいの確率でしか生成されません。つまり、陽子と陽子を100億回衝突させたとして初めて1個ヒッグス粒子が、生成される。そういうふうに非常にヒッグス粒子が生成される確率は低いので、たくさん陽子と陽子を衝突させないとなりません。So this is not the search for a needle in a haystack, it's the search for a needle in many haystacks. ですから、よくなんか非常に見つけ物が大変な時に麦わらの中から針を探すと言いますが、これはその麦わらの中から針を探すのではなくて、たくさんの麦わらの中から針を探すの、そういう作業です。So we need a tremendous amount of collisions, so we need a high collision rate. ですから非常にたくさんの衝突が必要です。ですの、はい、繰り返しですが非常にたくさんの衝突が必要です。Actually, I have a question to the organizers. I think I'm doing pretty well in time still, if I'm not sure. I think I have 1.5 hours to, because of the consecutive... Okay, fine. Okay, you don't have to translate that. Okay, this gives you an impression how the machine worked in the 3 years. This is the number of collisions delivered, and here the scale is 400 trillion collisions. And you see 2010, 2011, and 2012, a fantastic improvement in the performance of the machine.この図はデータをどれぐらい収集したかという図でして、これ横軸がカレンダーになって1月から12月まで、縦軸がどれぐらいの陽子衝突数があったかを示しています。2010年はこのスケールだと全然見えませんが、2011年2012年とどんどん衝突陽子衝突が増えていることが分かります。ちなみにこの単位ですが、この4というのは陽子陽子衝突が400兆回起こったというお考えください。And the famous seminar in July was producing results, showing results with collision up to here. Today we have more than doubled the number of collisions. 有名な7月4日、今年7月4日の、発表というのはここまでのデータを使ったものですが、もうすでに今年は、それまでのデータの2倍以上のデータを収集しています。And what do? You start with very few collisions here, so this is a timeline, and then you accumulate collisions, 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 collisions until you are here, and this is the results. And you start with normal physics, and then you go more and more in detail through the standard model, because you have to reproduce the standard model, and once you have reproduced the standard model at the high energy, then you go into new territory.この図はどのように私たちが実験を進めているかです。横軸が収集したデータ量だとお考えください。そしてこちらにはどういう物理過程を調べたかがあります。少ないデータの時は標準モデル、標準模型といわれる私たちがすでに知っている実験現象でデータ量を増やすことによって今まで見ていない現象を探しています。And the experiments have now completed their journey through the standard model, and now they have started to take us into unknown territory. 実験は先ほど説明した標準模型に関する現象はもうすでに理解できたということが確認できたので、いよいよこの新現象を探索する時代に入ってきました。And this is a new territory.
What is Mars? Why is there no more antimatter? What was matter like? What were the properties of matter in the first moments of the universe life? And the little embarrassment, what is 96% of the universe made of? 科学はいよいよ新しい時代に入ってきました。そこで、調べたいことはこのようなことです。質量とは何であろうか、反粒子とは一体どういうものなのだろうか、宇宙誕生初期の粒子の振る舞い、そういったものを調べたい。そして科学者は、ちょっと、エンバラスメント、恥ずかしいと。なぜかというと宇宙のたった 5% のことしかわからないからです。And I will now look onto these two, Mars and Dark Universe, and I hope that you are now ready, together with me, to enter the Dark Universe. 質量の起源、それから、最後の項目、ダークマターについて、これから入っていきます。いよいよ、暗黒の世界の探索です。So let's start with dark matter. I think it's quite obvious that dark matter, 25%, must have shaped the universe at the beginning much more than the visible universe, which is only 5%. But this will be told to us by astronomy and astrophysics. What we have to do, we have to try to get to produce dark matter in the laboratory, to have it in our hands, so to speak,and to study it, to study its properties. What is it? And the LHC may be the perfect machine to study dark matter. ではまずダークマター暗黒物質から見ていきましょう。この宇宙に、の4分の1も占めるものですが、宇宙物理学、宇宙論などからその存在は、信じられないかもしれませんが、本当に存在します。では、それがどういうものなのか、LHC で実際に作って実験室の中で調べてみましょう。 And one of the candidates for dark matter is the so-called supersymmetry. Supersymmetry is a model which would be valid at high energies, whereas the standard model is the approximation at lower energies. And supersymmetryintroduces for each particle in the standard model a supersymmetric partner, a sort of shadow world. その暗黒物質の最有力候補は超対称性粒子というものです。じゃあ超対称性粒子、超対称性というのが何かというと、それは先ほど説明した標準理論の低いエネルギーでの近似と考えられます。もし超対称性というものがあると、先ほど説明した粒子たちにすべてに超粒子というパートナーが存在します。It allows to unify the forces at the high energy, which is not possible with the standard model. And since the lightest supersymmetric particle in many models should be stable, it provides a dark matter candidate. And this is a fascinating possibility.もし超対称性というものが存在すると、非常に高いエネルギーで、力、3つの力を統一することができます。それからもう一つ、この超対称性超粒子の中で最も軽い粒子が暗黒物質の非常に最適な、非常に良い、候補となっています。というこの2つの点から、超対称性というのは非常に魅力ある理論となっています。 You see it here again. This is the standard model, which I showed at the very beginning, now adding the Higgs particle. And supersymmetry adds to each of these particles another one. And you could produce supersymmetric particles at the LHC, which then decay into normal particles, standard model particles, and the lower mass supersymmetric one, standard model, lower mass supersymmetric one, until you reach...the lowest mass supersymmetric particle, which has no partner to decay into. It has to decide, I will stay stable, goes out of the detector. You don't see it, but you measure it through missing energy and missing momentum.
これがその超対称性粒子の表です。これ先ほど説明した標準模型に存在する私たちが知っている粒子です。今、ヒッグスをここに加えています。今申しましたようにこれらの粒子すべてに超対称性が存在すると、それぞれの粒子にパートナーが存在します。でじゃあ LHC でどのような反応が起こるかといいますと、陽子と陽子を衝突させると超対称性粒子が生成されます。赤いのが超対称性粒子だとお考えください。超対称性粒子が生成されるとさらに、軽い粒子にどんどん壊れていきます。青いのが標準模型粒子で我々の知っている粒子、これをなだれ式に繰り返していきますと最終的には一番軽い超対称性粒子まで壊れていきます。この超対称性粒子というのは、もうこれ以上他の粒子に化けることなく、検出器の中から飛び出してきます。 Well, we have not found yet any supersymmetric particle, so at least for some of the models, for the very constrained models, the air is getting thin. However, the potential for discovery of supersymmetry is in the coming years very sizable, so the door is very wide open, especially 2015. この超対称性というものは今のところはまだ見つかっていませんが、非常に今は見つかっていませんが有望です。特にこれから近い未来、2015年程度には非常に期待される有望な理論です。 So some of the theorists of course are now under dangerAnd they have to find a new field because their theory, their beloved theory, is under threat. But I can tell you, as far as I know, he survived the attacks, and our theorists will also survive.この様子はどういう状況かといいますと、超対称性というのは非常に有望な理論で、理論家が、説明しています。ところが今申しましたように超対称性というものが今発見されていないので、理論家は非常に追い込まれていると。 LHC、 これ実験、恐竜は実験ですね、実験が、超対称性というものがないということを言い始めているので、理論家が非常に追い詰められています。ですが私はこの理論家が、この人も理論屋も、生き残っているということを。 So, I would hope that the LHC results should allow, together with other searches for dark matter, the first discoveries in the dark universe. LHC の結果が、このダークマターなどの、結果、ダークマター、ダークユニバースに関する研究をすることができると、信じています。But that's only 25% of the dark universe. Around 73% of the universe is in this mysterious dark energy, which is evenly spread and which drives the universe apart. ですが、ダークマター、暗黒物質というのは宇宙の 25%、約4分の1を占めるものです。残りの4分の3は、ダークエネルギーと言われるもので、この宇宙の膨張をより加速させている、こう引き伸ばしているエネルギーの源と考えられています。And this is a real challenge, to get the first hints about the world of dark energy in the laboratory. This is a real challenge. 実験室、実験でこのダークエネルギーに対する知見を得るというのは非常にチャレンジング、難しいことです。But there comes the Higgs. Because the Higgs is different. The Higgs is neither force particle nor matter particle.Because the Higgs is a fundamental scalar. I introduced the scalar at the beginning. No directional preference. The Higgs is neither force nor matter. It's just different. And dark energy is also a scalar. Dark energy is the same in all directions. And now, and this is important, you have to say this disclaimer. Of course, dark energy and Higgs is not the same.But both are scalars. This is important. And if we have a scalar in our hand, we can study the behavior of scalars. ここで大事なのが、ヒッグスです。というのはヒッグスは、我々物質を構成している粒子でもありませんし、力を媒介する粒子ではありません。ですが、ヒッグス粒子というのは、この講演の最初の方で説明したスカラーという方向性のない粒子です。
特に大事なのは、その方向性がない粒子、ダークエネルギーと言われるものも、方向性のない粒子ではないかというふうに考えられている点が重要です。ヒッグスとダークエネルギーが同じものだと言っている、同じものだと考えるのではありませんが、その方向性がない粒子というものがこれまでなかった、その方向性のない粒子であるヒッグスを見つけたという、見つけるその研究というのが非常に大切です。 And this makes the Higgs so interesting, so fascinating. We need it to explain us. It might give us some hints on dark matter and even some hints on dark energy. That's a fascinating particle.だからこそヒッグス粒子というのは非常に魅力的な研究対象です。ダークマターに対する知見をが得られるかもしれませんし、さらにダークエネルギーに対する知見すら得られるかもしれない、そういう魅力的な研究対象です。But here comes again the problem I showed you beforehand, the total reaction rate. And what we are looking for very, very far down here, one in more than 10 billion.And in addition, this Higgs particle has a different possibilities to decay and therefore to appear as an image in the detectors. So it has many, many different ways of images. You see, this indicates the probabilities of appearing of certain images depending on the Higgs boson mass in the detector.こちらの図は先ほども説明した図ですが、どのような確率で相互作用が起こるかというものです。ヒッグス粒子が生成されるというのは100億回に1回という非常に稀なので、まずその点でヒッグス粒子を探すのは難しいです。それからもう一つ難しいのは、ヒッグス粒子というのは生成された直後にいろいろな粒子に崩壊、壊れて化けていきます。その崩壊の様子を示したのがこの図なのですが、いろいろな粒子に壊れる、その壊れ方を知らない、人類は知らないので、その中から探すというのは非常に大変です。 So just to illustrate how difficult it is, suppose you are looking for a special snowflake, a very special snowflake, type of snowflake, and you look for the snowflake in a snowstormBut the background to the snowstorm is a snowfield. This is what you have to do in order to find the Higgs. それがヒッグス粒子の探索がいかに難しいかというと、例えば、吹雪の中で特別な雪の粒を探すようなものです。で、もちろん雪というのは区別できませんし、その背景、吹雪の中からその雪を探すというのは非常に大変です。それと同じぐらい大変です。And this illustrates the sort of snowfall. So each black dot here is a sort of snowfall in each of these. And the red squares are the special snowflakes. These are the signals which the Higgs boson would appear on top of this snowstorm. これらの図は、もう完全に比喩なんですけれども、それぞれがその雪の粒の、雪の粉のようなものだと、その中からこの赤が探すべき雪なんですけれども、こう見て分かるようにたくさんのその雪の中から見つけ、これ赤い部分だけを探すということで、いかに難しいかが分かっていただけるかと思います。So you have to combine all of these results in order to find the final results for the search for the Higgs boson. And let's take just this one snowstorm, so to speak, the one where the Higgs goes into two photons. And this is what you expect from the snowstorm. And then there is a tiny, tiny addition here due to the special snowflake, the Higgs. And this is how such an image would be seen in the experiments. So this is the experiment. You see a lot of trajectories from other particles, and then you see these two very large energies here in red. These are the two photons which could come from such an Higgs decay. 先ほどのページは実はそれぞれのグラフがヒッグス粒子がどういう粒子に壊れていくかというものを表していました。で、その一つ、ヒッグスが2つの光子に壊れるという現象を探してみましょう。ちょっと図がありませんが、
その雪つぶての背景、必要のない背景の中から探し、非常にわずかなヒグスの信号というものを探しています。そしてこれはその実際に実験で得られたデータの、イメージでして、たくさんの荷電粒子が、生成されている中に2つのこの赤いのが、光子です。 つまりヒグスから生成されたと考えられる2つの光子を、捉えています。 And then we had this result on the 4th of July, which was a historical day. You see the spokesperson of ATLAS, of one of the big experiments, spokesperson of the other big experiment. And this is one of the plots they showed. And this is the snowstorm, and this is the special snowflake. So you see, here is something new. This is the long sought, most probably, this long sought Higgs-like boson. 先ほどの写真は、これが7月4日の実際に、セルン研究所でのヒグス発表の様子です。ここにホイヤー氏もいますね。で、これが、アトラスという実験、2つ大きな実験グループがありますが、そのアトラス実験グループの代表者、こちらがもう1つの CM 実験の代表者、が、が、見られます。Can I explain this? でちなみにこの人が、ヒッグスさんで、こちらがアングレールっていう、ヒッグスと、同時期にこのヒッグスメカニズムを提唱した人です。で、これが先ほどと同じ図ですが、この雪嵐の中から、わずかな特別な探している雪を、雪つぶてを、ここで見つけています。And now it's very interesting to look on the history of 12 months, of 1 year, how the search for this Higgs boson developed. And you see, in July 2011, this was the result in ATLAS. Now what is shown here, this is the probability that the signal is compatible with background, so that you have not a snowflake, a special one, but only the snowfall. And then it should fluctuate around one, because then it's background, then you only have the normal snowfall. 次に、ではこのヒグス探索がどのように発展していたか、どのように進んだかを見ていきましょう。この図は、ヒグス縦軸がどう見ますかというと、この1に近ければ近いほど、背景、雪嵐ですね、に近いであろう、もし下に行けば行くほど、特別な探している雪があったということになります、つまり、ヒッグスらしいものがあれば、この下に線が出ます、今、実線だけご覧ください。But a little bit more here than in other places, so that was intriguing. Then...At the end of 2011, it was much clearer, very well compatible with one here, also here, essentially no fluctuation, only here. Only here was something which was not compatible with background, 3 sigma.この青、一番最初からあったこの青の線は2011年の7月でした。ここに少しだけこう下に触れている、つまり背景 ではない探しているものっぽいものがここに見れました。それが2011年の12月の時点ではこの緑の線になりました。ここにさらに背景の雪ではなさそうなものが見えてきています。それから大切なのは、他の部分はほとんど雪、背景の雪ですね、雪嵐に、なっているということが分かります。Then in March 2012, it went a little bit back, but not very much, but the rest stayed very much compatible with background, so that is a normal behavior that it sometimes fluctuates. And then finally, 4th of July, this fantastic signal here, everywhere else flat, and here the full signal.2012年の、春の段階では、統計的な触れで、あまり結果が変わりませんでしたが、2012年、この7月の結果はこの水色でして、
ここに非常に見事な信号と見られるものが見えます。残りのちなみにこれ横軸はヒッグスらしき探索している粒子の質量でして、他の部分にはありませんが、ここにヒッグスらしき信号が見えています。And then the experiment added another snowfall study to it for the publication. And now it's here. You see this fantastic evolution now down to nearly 6 sigma, one part, one chance in 2 million that you are wrong. さらにその後、発表の後も解析が進みまして、現在論文にした結果はこの赤線になっています。この下この確率というものは信号を、偽物を信号と誤って見間違う確率が、数百万分の1という低さです。But it's not only one experiment. We have the signal in both experiments, and they published in the scientific journal both side by side in this journal. And you see the cover of the journal. You saw this plot here from CMS and this probability plot from Atlas.I think we really have it now in our hands, the Higgs-like boson. 実験は2つのグループで行われまして、このフィジクスレーター B というこれ科学専門雑誌なんですけれども、ここに2つの実験グループの結果が並んで掲載されました。1つが CMS グループ、先ほども見せた、それからこちらは、アトラスグループの、ヒッグスらしき粒子の発見確率の図が表紙を飾りました。But the discovery is only the beginning. Yeah? There's a lot of work in front of us. So what's next? しかしこの発見は、ほんの新しいことの始まりです。では次は何であろうか。Well, is it really a scalar particle? And we have extended the run this year in order to hopefully get an answer with the data towards the end of the year. Is it the Higgs boson?Or is it one of several, one of a family? では、じゃあ次にやることとしましては、この見つけた粒子が本当に方向性のないスカラー粒子なんだろうか、はたまたヒッグスボソンというのは一つのヒッグス、一種類なのだろうか、それとも複数種類のヒッグスボソンが存在するのか、それらを今年のデータを使って確認したいと考えています。And we have to study all of its properties. And its properties, if they are not fully compatible with the standard model, they could give information on dark matter. And they could give first hints on dark energy. So it's most probably, so if we are lucky, the study of the Higgs boson opens a door into the dark universe. Higgs.粒子と見られる粒子の性質をさまざまな角度から検証したい、そしてそれによってダークマターの可能性、ダークマターに対する知見を得ることが次のステップの一つである、それからもう一つは、もしかするとダークエネルギーに関する何らかのヒントを得ることができるかもしれません。And the Large Hadron Collider and possibly the ILC.We'll address all these questions and many, many more in a very complementary way, looking from different angles on the same questions. これらを研究するには LHC、それからもう一つは ILC と ILC これが重要な役割を果たすかもしれません。そしてその二つは相互補完的な役割を果たすはずです。So I'm convinced that our understanding of the universe is about to change. ですので、私たちのこの宇宙に対する理解が今まさに変わりつつあります。So studies or the results from LHC and if you build it, the ILC, these results will allow to study the Higgs mechanism in detail and to reveal the character of the Higgs boson.LHC、それからもし建設されれば ILC がヒッグスボソンの性質をより詳細に調べることができます。And this would be the first investigation of a scalar field. We have never done this before. And this could be the very, very first step to understanding maybe dark energy.
繰り返しになりますが、このスカラ、方向性のない粒子に対する研究というのは、これが初めて、人類史上初めてです。そしてそれによって、ダークエネルギーに対する、理解というもの、そのヒントを得られるかもしれません。So, the past decades saw precision studies of 5% of our universe, the discovery of the standard model.過去数十年間というのはこの宇宙のたった 5% のものに関する研究でした。 The LHC delivers data. I think we are just at the beginning of exploring 95% of our universe. LHC がデータを供給することによって私たちはいよいよ残り 95% この宇宙の残り 95% の世界を研究することができるようになったのかもしれません。So I can only say the future is bright in the dark universe. So the 未来は非常に明るいと、明るいですが、この暗い光っていない世界、見えない世界に関して、その将来は明るいと。ありがとうございます。ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお送りください。ホイヤー所長のご講演でした。ありがとうございました。後ほど、みんなの不思議を解決 Q&A にも、再びご登場いただきますので、楽しみにお待ちくださいませ。それではここで休憩のお時間とさせていただきます。続いての講演は3時15分、失礼いたしました、35分ですね、15時35分から再開させていただきます。お時間が近づきましたらお席にお戻りください。ありがとうございました。